24の起奏曲、ニコロパガニーニの24の起奏曲、イ、24カプレチ作品1は、バイオリン独奏曲、無伴奏曲なので、バイオリンの重音奏法や、視覚的にも、演奏効果の高い左手ピッツェカートなど強烈な、匠が、随所に盛り込まれた作品。バイオリン演奏家には南極に挙げられている。フランツリストは、演奏技巧の持つ音楽の可能性に触発され、 ピアノ曲に第1 5九十七7 2 4番を編曲していい。千八百年から千八百十年頃にかけてジェノバ、正確な場所は不明で作曲され、その十年後の千八百二十年にミラノで作品一としてリコルデから出版された。作曲の動機については不明ではあるが、ロカテ・リア、ロードなどのフランコイタリア派作曲家たちからの影響が、 見られる。パガニーニが好んだハーモニクスはこの曲集ではなぜか、用いられず、舞曲や、更進曲のリズムの使用、バロック音楽やジプシー音楽からの影響、ベネツヤの船歌からの引用やギターのトレモロ模倣など、多くのバイオリン曲の中で得意な魅力を放っている。補聴調,調に、四拍子。右手ウニウミの練習と移り弦によるスピッカーとの練習。 ロタンチョウ、6、8拍子。移り弦の練習。E 線と G 線、D 線といった、離れた鬼域の弦を円滑に移動するので、洗練された弓さばきが必要。バイオリン曲にはよく現れる古法で、ジョバンニバッティスタ・ビオッティのバイオリン競争曲、第22番の第一楽章にも例がある。ホタンチョウ、4、4拍子プレスト、ホチョウチョウ、3、8拍子。 序盤は、オクターブ10音とダブルトリルの連続。中盤プレストは16分音符での流れるような、旋律。破短調、2、4拍子。3度10音の練習。主題は、優雅な旋律ながら、時に32分音符の速いパッセージが混じる。左手の柔軟なポジションチェンジが必要。異短調、4、4拍子。前奏と後奏は、カデンツァ風のアルペジョ。 主部は、サルタート双方による、無休動からなる。http コロンスラッシュ w w w y o u t u b e c o m スラッシュ watch v コールプルクスビシニ i g&feature イコール m アップロードオーナー。トタンチョウ3四拍子。トレモロを背景に、息の長い旋律が演奏される。イタンチョウ6 8拍子。オクターブの重音の船歌風の旋律で始まり、投げ弓スタッカートによるアルペジョ、スチールが散りばめられている。変補調調、4、4拍子。A、B、A、B、A の連鎖形式。A は、オクターブ重音と音階。B は16分音符の細かい動き。補調調、2、4拍子。A、B、A、C。 A の変速論ド形式。優雅な超三度、六度重音奏法の練習。少女と老人とが掛け合いで歌う様を模写したと言われる。極めて有名な曲で、楽譜には、フルートとホルンの掛け合いを模した指定がある。トタンチョウ、六八拍子。三部形式。早い十六分音符のスタッカートとトリルの練習。波長長、三、四拍子プレスト、 4拍子。三部形式。重音を多用した第一部と、跳ねるリズムを中心にした中間部からなる。変異調調、4、四拍子。幅広い調約音程が、レガートで奏される。変度調調、6、8拍子。ダカーポ三部形式。三度重音の加工音形による第一部と、16分音符の調約音形による中間部からなる。 第一部の響きから悪魔の微笑みという俗称を持つ。変補調調、2、4拍子。重音と見え音、余え音による軍隊行進曲風の旋律が重音双方で処理される明快な曲。補丹調、6、8拍子。ラカーポ3部形式。第七曲の縮小版のような曲で、船歌風の旋律と、その変装による、 第一部、広い範囲の音階による、中間部からなる。トタン長、3、4拍子。16分音符による、無休動。レガート運読みにおける、スモルツア,ンドアクセント一の変化など右手のエチュード。変歩長調,調、4、4拍子。助走付けだ、カーポ三部形式。リストも意識した、華麗な装飾音に彩られた曲。パガニーニもアンコールで。 しばしば演奏したと言われる作品。冒頭 S 音は GD 弦で重音になる。高音部の音階主題と答える GD 弦の重音が素材。波長長68拍子アレグロ44拍子ダカーポ三部形式ホルン信号を模倣し G 線のみで奏される第一部とスタッカートの三度重音による中間部からなる。変歩長調 四拍子、助走付け三部形式、オクターブ重音による短い助走に続く、第一部は幅広い音程の跳躍練習、中間部は破綻調の速いパスセージ部分からなり、ここでは G 線の使用しか認められない。二丁調六八拍子、ダカーポ三部形式、第一部は二音のドロー音上を息の長い旋律が彩り、中間部は 対照的にトリルがついた16分音符の速いパッセージとなる。胃腸ョ44秒子 A、A、B のバール形式。短い助走の後の A 部分は6度重音による甘い旋律だが B 部分は一変して速い16分音符の音快的パッセージで飛ばす弓の双方が要求される。ヘチョ,ョ68秒子ダカーポ3部形式。 1> 第1部は6度3度10度10音のエチュード。中間部は2単調で16分音符の超約音程によっていて、第20番の2番要素を示している。変歩調調、6、8拍子。ダカーポ3部形式。第1部は、オクターブ10音と高音域での半音階加工によっている。中間部は、 ハ短調で三十で32分音符の加工する早い音階パッセージで構成される。最終曲。異短調、に4拍子。全曲をまとめるにふさわしい、華々しい変装曲。主題と11の変装、それに終曲が付随する。非常に有名な作品で、わずか16小節の主題があらゆる技巧のために展開される。後の作曲書家に、 パガニーニの主題による変奏曲として開作されている。リストのパガニーニ練習曲第6番、ブラームスのパガニーニの主題による変奏曲、ラフマニノフのパガニーニの主題による教師曲などロマン派作家が競ってピアノ作品に開作、編曲しているに詳しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。